マグロたたき、九州南高梅、日高昆布、和風ツナマヨネーズ、サラダチキンマヨネーズ、焼き鮭、しらすおろし、いなり寿司、わさび、エビピラフ、シーフードサラダ寿司、熟成生たらこ、エビ天むす、青しそ納豆、納豆、シーチキンマヨネーズ、全18種類です。イエーイ。いや、そんな感じでこのおにぎりたちがどう味変するのかね、楽しみです。ということで早速やっていきましょう。レッツおにぎり。それでは早速おにぎり入れていきたいと思います。よ、1個目、えっ、おお、やだ、ダメだ、なんか申し訳ない気持ちになった。はい、すっかり。はい、終わったー。なんか少し太りが激しい。はじめ、では混ぜていきたいと思います。はい、あ、なんかパチパチ切ってる。なんかやっちゃいけないことしてる感覚。いい感じ。かっこいいやろ。よし、握っていこう。では入れます。はい、はい、はい。こういうことか、まるちゃんが言ってるのは。だんだんこうしてないと。そしてから、こうして、そうする。いいね。あ、いいね、いいね。どっこいしょ、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 めっちゃカッカッやん。ということで、おにぎり完成しました。一人ずつ試食していきましょう。じゃあかぶりついていきます。うわ、やばい、やばい、いただきます。すごい痩せ、急に、やばい、急に痩せ。え、確かに、やばい、やばい、大丈夫かな、食べれるかな。どっから行ったの、分厚すぎて。イエーイ。うわー、うん、無理だ。うん、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 わかんない、わかんない、わかんない、何言ってるか分かんない。おにぎり1個分くらい食べてる。うん、すごい。いただきます。かぶるけど、めっちゃおもろいやん。おー、でも納豆なんじゃなく、あ、やっぱ混ざってるから、そうなの。どこにしよう。ちょっと、あ、あるよ、見つけた。エビ、ここにエビがいる。みんなエビ目当てに。エビ食べてもいいよ。やった、大きい。どうやって食べよう、これ。いただきます。髪の毛ついちゃう、髪の毛ついちゃう。すごい。おいしくない？エビ、あれ、エビしか食ってないじゃない。みんな、おい、大きいと食べづらい。
どこが美味しいと思いますか？いや、てっぺん美味しかったよ。こっちのてっぺん。え、これ稲荷かな？え、稲荷だよ、稲荷。じゃあ食べます。いただきます。すごい、おいしそう、おいしそう。食べるとこによって味違いますよね。確かに楽しめる。革命来たって思った、これ。わぁ、納豆だわ、これ。納豆だね。納豆ですね。でも納豆がさっぱり納豆なんですよ、うん、ガツンと来てなくて。確かに、むっちゃうまい。うまっ。これ大成功じゃん。うん、納豆がいたし、うん、梅のちょっと香りもしたし、うめ、ん、うん、全然、なんか五目ご飯みたいな、うん、ま、炊き込みご飯みたいな感じで食べれます。確かに、うん、感覚としてはね、うん、新しい。納豆と梅がほんとほのかに行き渡ってて、めっちゃ美味しい。美味しい。いやー、すごい夢がある、これ。また混ぜるおにぎりによってまた違いますもんね、多分味が。確かに、これ嫌いなもの克服できるやつある。できる、できる。おにぎりにしたら、うん、確かに。グッ。美味しかったです。いや、美味しい、楽しい、美味しいし楽しいし、意外と早くできたんですよ、うん、確かに。めっちゃもっと時間かかるかなと思ったけど、うん、あのお子さんとかいる方は、この時期、確かにこだわった感じありますよね。確かに、うん、なんか、もうあのお昼ご飯これ食べときって言って、ドーンって夏休み、夏休み、そういうことでしょ。そういうことでしょ。そういうことか。お母さんとお子さんと一緒にやるにはもう超大変。ああ、ぴったり、うん、いいですね。いい、これ大丈夫かな、 YouTube のファン層と合ってない気がする。確かに。